どうも塾長のイノイチです。どうもこんにちは。夏期講習がもうそろそろ迫ってきましたね。塾によっては申し込みが、ゴールデンウィーク明けぐらいに必須っていうところもあったりとかします。まあ生徒確保もそうでしょうし、まあ準備っていうのもやっぱり結構重要になるので、なのでそういった目的もあるんでしょうけども、まあイノ塾は実は6月そうですね、5月末ぐらいから6月の上旬から募集を開始します。予約をいただいてたりとかするんですけども、まあ正直その予約をいただく方っていうのはかなりなんていうの、長くこうや知ってる方とか噂を聞いてる方とかっていう話なので、まあ、一般公開という形で出すのは6月上旬、5月下旬くらいって感じですね。で、夏期講習よく、全部日数出た方がいいんですかとかって聞かれるんですけども、ですね、保護者の方って、子供がどれぐらい勉強できるかどうかってわからないじゃないですか。最近ニュースにもなってましたけども、まあ、子供が、こういったものを勉強したっていうのを塾の先生から連絡もらっても私たちは分からないっていうのを、まあ、ニュースでやってました。それは分からないもんだと思います。しょうがないもんだと思います。ただそれを分からないからじゃあ夏期講習のやつを料金だけで決めるっていうのはやめた方がいいかなと思います。僕らも個人的にまあ夏休み40日ぐらいあるんですけども。全部塾来てもらうと27日とか30日ぐらいあります。これ全部来てもらうっていう子は、やっぱり2通りですね。上に成績が伸ばしたい子と、あとは結構やばい子。で、結構やばい子ほど塾に来る日数を少なくしちゃう。それは保護者の方が子供に折れちゃうんですよ。ああもうなんか言うのがめんどくさいとか言っても聞かないからって言って子供に自主性をって言って、自主性ってすごいいい言葉なんですけど、なんかそれって責任放棄かなって僕は個人的に思ってます。子供のことを思うんであればやっぱり強制的にでもそこを説得するでもいいと思いますし、僕ら使うでもいいと思うんですけど、やっぱ話をしていかなきゃいけないかなと思います。結局苦しむのってその夏だけじゃなくてその先もずっと苦しんでっちゃうんですよ、そういった子は。でも親が疲れちゃってるからとかっていう理由でやるのは、まあ、僕らにとってはまあしょうがないかなって思う部分もありますけども、ただ、まあ、その料金とかの部分もあるんで、ただやっぱり結果として成績は上がってかないし、それによって体重につながったりとか、あとはまあどうしようもできないっていうのがやっぱあります。復習が夏にできなかったらじゃあ2学期復習していくのかって言ったら学校の進度もあるので復習する時間なんてもうないんですよ。だから料金とかまあ本人の意識とか、まあ、そういったものももちろん大事だとは思うんですけども、やっぱり今どういった状態かっていうのを、まあ、保護者面談も5月末にあるので、そういったのを話を聞いていただいて、そこで一回考慮していただきたいかなと思います。で、僕らもやっぱりこうちょっとこの子はこの日数じゃ難しいですよっていう話だったら保護者の方に提案っていうのをさせていただきますので、まあ、ぜひ参考にしていただきたいと思います。わからないから、だから子供に任せるっていうのは、まあ、入塾の時もそうなんですけども、退塾の時もそうなんですけども、なんて言うんですかね、なんかこう、僕の中では、まあ、自主性っていう言葉を使った言い訳のような気がするので、なので、だったら僕らもしっかり子供と向き合って話をさせていただいて、で、そこでもう一度本人自身に決めていただくとか、お母さん、お父さん、まあ、本人も含めて面談をさせていただくとか、そういったものをしていかないと、子供を育てるっていうのはやっぱりそれなりの労力も必要だし覚悟も僕は必要だと思います。それに対してなんかこう途中でもあもういいやっていう気持ちになってしまうと、どうしてもその先が子供たちが苦しむことになるので、まあ、それはもう勉強面の部分なんですけども、なので一回相談していただきたいかなと思います。あとはまあこの YouTube を見られてる方で、まあ、個別指導塾とかでなんかもう何十万っていうなんか料金を積まれたとか
見積もりもらったとかっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、まあ、正直その塾って教えてもらえれば成績が上がるっていう考え方を持たれている方はそういったものに対してあそうしなきゃと思うかもしれないんですけども、基本的に教えてもらって成績が上がるなんてのはないんですよ。テスト勉強の時に教えてもらうんじゃなくて自分で家で勉強するじゃないですか、演習するじゃないですか。だから演習時間をしっかり取れるような授業の取り方をしてあげないと、いくら全分野教えてもらうってことをしたとしても成績が伸びないです。これは高校生はよくわかってると思います。小中がやっぱわかんないので保護者の方がやっぱ決めると思うんですけども、ただ勉強時間っていうのをしっかり確保することが大事になります。授業っていうのを勉強時間に入れてはダメです。なんで教えてもらえばいいと思ってるのは違います。特に集団塾っていうのは成績いい子、まあ普通の子、悪い子って言って3段階ぐらいに分けてこう指導するんですけども、全部が全部自分に合うっていう授業をしてくれるわけではないので、なので家で勉強して調整をしていくしかないです。それができなかったら結局塾に行ってるだけになるので、時間もお金ももったいないです。僕らはまあ夏期講習っていうのは一人一人に合わせて教材とか、まあ、進路とかそういうのを決めていくんですけど、もちろんそれを遅れてったりとかするんですけども、それはもうやっぱりその子の知識能力、まあ、性格いろいろあるので、なので、まあ、普通の塾に通いたいっていう子がもしいればそういった授業を取りすぎるっていうのはやめてもらった方がいいと思います。それよりもある程度教科なり分野なりを絞ってしっかり集中的にやってあげた方がいいかなと思います。目安としては僕は一つの分野につき1週間だから、夏休み中が7週間ぐらいあったとしたら 7分野、それは教科は、2教科から3教科くらいで十分だと思います。それ以上やろうと思うと、まあ、パンクするので、なんである程度は切り捨てるっていうことも大事かなと思います。まあ、塾っていうのをなんか敵だと思ってなんかこう相談来ないとか、まあ、自分で決めたいって決める方もいらっしゃるんですけども、結局保護者の方が決めると大体なんかこう本当にやっただけで終わる場合があるので、なので、まあ、できたら塾の先生と相談してもらった方がいいと思います。まあ、その塾が良心的かどうかっていうのはやっぱりあると思うんですけども、やっぱこうプロっていうのに任せた方がいいかなと思います。ただアルバイトの学生がどうとか正社員の講師がどうとかっていうのは特にないです。ただアルバイト学生はつながらない可能性があるので、そこだけは注意してもらった方がいいかなと思います。以上です。